皆さんどうもこんばんは、マサです。やっていきましょう、ポケットモンスターブラック企業パート8。今回はですね、僕が一番好きな場所を通ります。いきなり見てください、これもう綺麗でしょ。ここはね、スカイアローブリッジという、まあレインボーブリッジ的な橋ですね。めちゃめちゃ綺麗なの。あ、もういい、音楽が最高。来ました、スカイアローブリッジ。見てよ、ここがね、なんかぐるって曲がってるのに合わせて動くのよ、画面が。すごい普通のこと言った気がするけど、ちょっとじゃあお姉さんがいるから話しかけてみようか。この辺りのカーブ絶妙やわ。わかる、超わかる。もうこの話を置かずにご飯3杯は食べれるわ。行きましょう。これまた夜っていうのがいいよね。まあ夜しかできないんだけどね、仕事終わった後だから。いいよな、このぐるっと螺旋階段のように。そう、螺旋階段って言いたかったんだけど言葉が出てこなかったわ。でね、もういつの間にかお気づきでしょうか、上から見てるんですよ。そしてアングルが変わった。いいねいいね、もう下見たら船通ってて、船でもう真上から見上げるこのアングル、すごいよ。よく思いついたよね、このアングルって。もうあの場所によってアングルが変わるようになってんの。お、お兄さんがいる。む、スカイアローブリッジの真ん中がどこか探しているのだ。暇人オブ暇人だよね。まあ気持ちはわからんでもないわ。ちょっと戻っちゃおっか。ここら辺じゃない、でも真ん中って。全然お兄さん行き過ぎな感じするけどな、どう考えても。いいよなここ。自転車で通るとね、またいいんですよ、素早く通れるから。このアングルも好き。で、また真上になって。あ、あれか。2箇所あるのが一番高いところが。じゃあ、あのお兄さんの場所結構まともなのかもね。で、見て、奥に見えるビル。うわぁ、あれがヒムシティのビルなんだ。そうなんだよ。ヒムシティはね、すごい建物が多い街だから。うっすら見えるところね。そして、もう楽しい時間すぐ終わっちゃうね。ゲートが近づいてまいりました。あー、なんかもう、すげえ楽しかったから、今回のパートこれで終わりでいいかな。あ、お姉さんがいる。すごく歩いちゃった、足がパンパンよ、まあ、疲れるよね。あんまり見ないでね、危ない、セクハラになってしまうわ。さあヒムシティに着いたぞ。いいよね、夜景がいい。この街はとってもとってもたくさんの人がいるでしょ。自分にしか興味のない人もたまにいるのよね。う、胸に刺さる言葉だ。え、違うよ、でもちゃんとツタジロウたちのね、気にかけてるから俺いつも。怪しいやついるな。ポケモン交換で世界と広がる、世界は広がる。いろんな人とポケモンを交換すればあなたハッピーになれるよ。なぜなら私がいいものをあげる。マジか。というわけでトレーラーさん、あなたいろんな人とポケモンを交換してますか。はい。嘘ついちゃった。え、チェックするよ、バレるじゃん。ゼロだって、うるさいわ。世界はもっと広いですよ、もう閉ざされちゃってんだよ通信サービスが。夜の街を徘徊しますか。私は戦うビジネスマンだけどポケモン弱いのだ。お、同業者じゃん。いいんじゃないの、ポケモン弱くても会社での発言力とかが強ければね。お、綺麗、船だ。これ乗れないんだっけ。ロイヤル一周号は準備中です。最強のポケモントレーナーに。あれかな、殿堂入りとかした後なのかな。いいね、ヨギリが。ヨギリも、ヨギリよ、今夜もありがとう。そんな歌なかったっけな。うわ、出た。すごい人だよな、ここ。一人一人セリフが出るのが面白いよね、これ。これ一緒に流れに、若干こっちの方が足早いのか。これ止められないんだっけ、呼び止められないんだっけ。みんな避けてくよ。そんなに臭いね、俺そんなに臭い。あ、各国の人々がこの比喩に集ってるんだ。そうなんだ。止められる人と止められない人がいるのか。ねえねえ、お姉さん、お姉さん、俺そんな臭い。おじいさんも避けてくんだけど。おじいさんも避ける。お、いい感じの広場に出たぞ。これデートとかに来たらもう最高だろうね。ヘイトレーナー、あんたの実力が見たいんだ。おお、バトル、街の中でバトルできんだ。なんか珍しいね。ポケモンの映画とかだとでも普通にサトシ戦ってるもんな、街の中で。お、なんだ、何っぷ、何っぷって書いてあった、今ヤナップか。さあ、じゃあまあささっと倒しちゃいましょう。突撃だ。オッケー、強かったな結構。いいぞ、順調に育っている。なんかもっとすごい技覚えないかな。ミッキー、ミッキーなんだ。俺のムーブパワーが激しいね。オッケー、レッツダンシング。すごいな。目回んないのかな。でも仲間がいればもっとグッと来ると思わない。おお、いいよ、じゃあ一緒にやる。あ、二人誘ってくれればトリオで。あー、なるほど。俺は戦力外ってことか。他にもダンサーに声をかけるのね。オッケー、じゃあ見かけたら声かけとくよ。お、あれ、人通りが多くない。あれ、こっちの道は人気ないのかな。人気ないとか言っちゃったら怒られちゃうかな。ジムリーダーが確かめるのは挑戦者とポケモンとの絆、結びつきだな。ちょっとエロい。
私のバッグには6個のモンスターボールが入ってます。本当はスーパーボールやハイパーボールが欲しいのですが、ジムバッジを集めないとフレンドリーショップで、あ、そうなんだ。そういう、あれ、そんな感じだったっけ。バッジ関係なく買えるんじゃなかったっけ。あ、てかここジムか。これジムだよね。お、チェレンだ。たった今ジムリーダーのアーティーさんに挑んだところさ。さすがジムリーダーだね。ジムバッジを入手するのにちょっと手こずったけれど、マジか、すごいな。もう倒したの。このまま一周地方のジムリーダー全員に勝利し、ポケモンリーグに向かいチャンピオンを超える。そうすれば誰もが僕を強いトレーナーとして認めてくれる。ああ、承認欲求を満たすために戦ってるんだね。すごい今時だな。それでこそ僕は生きていると実感できるはず。ちょっとなんか猫とか飼うのをおすすめしたいわ。猫いいぞマジで。あれ、うわ、君ヤグルマの森でプラズマ団と戦ってくれた。確か名前はマサ君。そうだよ、覚えててくれたんですか。え、ちょっと申し訳ないけど、ちょいと待っててくれるかな。何、あうーって、萌えキャラなのか。連絡があってさ、プラズマ団が出たらしいんだ。へえ、プライムピア、どこそれ。イクスピアリみたいな、ディズニーの。お、みんないる、多くない。え、ベルト、プラズマ団、この子のポケモン奪ったって。マサ、どうしよう、私の無理なプラズマ団に取られちゃった。マジか、どうやって取られたの。ひったくりみたいな、小脇に抱えてたのかな。私ね、お姉ちゃんの悲鳴を聞いて一緒に追いかけたんだよ。でもこの街大きいし人ばかりで見失っちゃったの。あ、そうなんだ。あれ、アイリスかなこれ。アイリス、君はできることをしたんだから。でもダメだもん、人のポケモンを取っちゃダメなんだよ。あ、こういうポスターあるよな。なんかあったよ、人を殴っちゃいけないんだよみたいな、駅に貼ってあったわ。お互いないものを出し合って支え合うのが一番だもん。まあそうだね、君が正しい、一番正しいわ。だから僕たちがポケモンを取り返す。僕たち？とはいえこのヒューシティで人探しポケモン探しだなんて。いや、まあアーティーさんならいけるでしょ、自分の街でしょ。まさに雲をつかむ話。来たぞ。なんかなんでジムリーダーがいるの？せっかくうまくいったからもう一匹奪おうとしたのに。って逃げなきゃだわ。すごい、逃げ足は早いけど全部白状していったな、すべての容疑を。マサ君行くよ。アリス、君はその子の、え、マジで？俺がそばにいたいよ。私ベルお姉ちゃんのボディーガードをしてる。だからお兄ちゃんは悪いやつを。変わろうよ。アイリスってジムリーダーじゃなかったっけ？違うんだっけ？あの黒い船。ああ、そういえばこれ何？怖っ、めっちゃ暗いじゃん。何が行われてるのこれ、どこ連れてかれちゃうの？エスポワール号かな。まあいいや、追いかけるか。じゃあどこ行っちゃったんだろう。どこにいんだろうね。どっか建物の中入っちゃったのかな、それとも道。あ、ジムの方か、ジムの方だなこれ。こっちだ。あ、いた、いたわ。あっちぬぬ、ジムの方向だな。どういうルートで追いかけてきたの。鳩場の方からストレートに追いかけてきたらさ、そういう方向に逃げなくない。あ、いた、めっちゃいるじゃん、3人もいる。いない、いない、この中に仲間とか七賢人様いない。嘘だと思うなら俺と勝負してみるか。いや、アーティーが勝負してくれるよ。やっぱり勝負して中に入るしかないのかな。いや、そうとも限らないよ、やっぱ人間だしさ。ダメなんだ、勝負しよう。くそー、俺はこっちの弱そうなやつ。誰が弱そうなやつだ。だけ、というわけでまさかそっちの相手は任せるよ。オッケー、任せて。あ、アーティーさん1対2って戦うわけね、さすがジムリーダーだな。じゃあありがたく1対1に専念させてもらいます。プラズマ団との戦いって結構久しぶりだな。あ、目黒子、キョイーン、いいよな目黒子の鳴き声、キョイーン。強っ、お茶吹き出すかと思ったわ今。反動もでかいわ。もう目黒子とか余裕で倒せんだね。恐ろしい犬になっちまったもんだな。もう一回行け、突進、飛び込み営業だこれが。素晴らしい、速攻だったな。もうドン引きされてんじゃん。アーティーさん何したの、いきなりしたぐらいの反応だぞこれ。来た、ベルたち。ここにプラズマ団がいる。もしかしたら奪われたポケモンもいるかもしれない。じゃあ僕は行くよ。
え、じゃあ頑張ってくれ。よし、今度は私も戦う。ベルお姉ちゃんも。ベルお姉ちゃんポケモン取られたから素手で戦うしかないんじゃない？マジかよ。まったく、やれやれ。鈴宮春日の憂鬱のキョンみたいなポジションでいきたいな。まったく。やれやれ。おー、めっちゃいる。ご利益ありそうなぐらいいるじゃん。すごい、もう七福神だな。プラズマ弾って人が持っているものが欲しくなると取っちゃう人たち。めっちゃ面白いそれ。え、スムラ。ポケモンジムの眼前に隠れ家を用意するのも面白いと思いましたが、意外と早くバレましたな。おい、舐められてるぞ。確かに。まあ私たちの素晴らしきアジトはすでにありますからね。あるんだ。さて、あなた方の一種建国の伝説は。知らないそれ。知ってるよ、黒いドラゴンポケモンでしょ。ドラゴンポケモンが建てたの、国を。多くの民が 争っていた世界をどうしたらまとめられるか。英雄のもとに現れ、知識を授け、歯向かう存在には牙を向いた。黒いドラゴンポケモン、ゼクロムか。みんなの心を一つにして一種を作り上げたのです。今一度英雄とポケモンをこの一種によみがえらせ、人心を掌握すれば、いともたやすく私のプラズマ団の望む世界にできるのです。七賢人の中でもリーダーなのかな、ゲーチスは。それぞれの考え方、ライフスタイル、ほんとバラバラ。正直何を言ってるかわからないこともあるんだよね。まあそうだね。だけどみんなに共通点があってね、ポケモンを大事にしているよ。初めて出会う人ともポケモンを通じて会話をする。勝負をしたり交換したりね。えらいこと言ってんな。ポケモンとの付き合い方を見つめ直すきっかけをくれて感謝しているんだよ。そして誓ったね、もっともっとポケモンと真剣に向き合おうってね。俺も向き合いて、仕事じゃなくてポケモンと向き合いてえわ。ふはは、つかみどころがないようで意外と切れ者でしたか。私は頭のいい人間が大好きでしてね、王のため世界各国から知識人を集め、七賢人と名乗っているほどです。これ自分たちで名乗り出したのかな。部下が勝手に言い始めてくれたんだったらかっこいいけど、俺たち七賢人なんだよって言い出したとしたらちょっとなんか情けないよね。え、ムンナちゃん返してくれんの？大丈夫？これ改造されて体内に爆弾とか仕込まれてない？そうだよね、取られちゃった。一回だってね、ここまで追い詰めなかったらそのまま多分どっかに売り飛ばされてたんでしょ、ムンちゃん。人心を掌握しますよ。ではごきげんよう。どうやって消えてるんだよ。お、なんか落ちてる。どうして悪いやつを見逃しちゃったの？うん、だって奪われたポケモンにもしものことがあれば僕たちはどうすればいいのさ。あー、なるほど。他にも奪われたポケモンがいるかもしれないってことかな。まあ変にね、乱暴にやっちゃうよりね。ていうか、ここのところ入んなかったっけ俺、さっき。入ってないか。で、みんなはこれからどうするのさ。私はヒムシティをいろいろ見て回りたいけど、すごいな、メンタルやばいな。ムンちゃん取られた後なのに。ああ、なるほどね。アイリスが守ってくれるわけね。アイリスはとびっきりのポケモントレーナーだけど、この街は苦手みたいだし。そうなんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだよ。ポケモン探してくれてありがとう。やっちゃのみ。あ、これあれじゃない、氷タイプの技の威力が減少するんだっけ。ちょっと。じゃあマサ君、僕はジムで待ってるよ。あ、これでジムに挑戦できるのか。で、このボール何なんだろう。当てようか。なんかのポケモンだと思う。へー、ポアルン。え、帰れないの？あ、よかった。突撃だ。すごいな。どうなってんのこの後ろ。怖いんだけど。切り倒せ、伐採。うわ、え、ちょっと待って、嘘でしょ。6段階積んでんだよこっち。え、何なの化け物。